厳しい暑さの中でも安全に消火活動ができるよう静岡市の消防署で熱中症対策の訓練が行われました消防隊員は厚みのある消防服とボンベのついた空気呼吸器など総重量10キロにもなる装備を身につけます。静岡市のの消防署でででは1年間で最もも過酷ななな夏場場火災現場でも熱中症にならないよう 暑さに体を慣れさせる訓練をしました隊員たちは体感温度が35度を超える中ホース運びなどを25分間ひたすら繰り返しました自分の身もやっぱ守んないと消防を失達とらないんですから夏本番に向けて厳しい訓練は続きます